私を消し去ることはできない。何度でも私は蘇ることができる。なのになぜこうも抗うの。あの小娘もイレギュラーの坊やもお前たちも。俺たちが諦めない理由、それは到底あんたには理解できないだろうな。あんたがメディナの喧嘩を見抜けなかった理由ときっと同じだ。メディナの潜在の思いの強さ、それからきっと俺を助けたいという一心で自分を犠牲にした。感情を捨てたあんたにはその思いが理解できない。だからあんたにとってそれは誤算となった。一人のちっぽけな人間が命を賭してまで成し遂げようとするものがあるってことが。笑わせないでちょうだい。そんなもの理解したくもないわ。私は外の世界に移行できなかったとしても、この中で永遠なる支配を続けてみせる。聖号騎士という手駒は使えなくなったけれど構いはしない。使えないお人形なんてもういらないもの。最高司祭様、それでもあなたは遠い昔聖号騎士を人形として扱いながらも確かに愛していた。今さら何を言うの。シエータ様やおじ様、私たち聖号騎士もまたあなたをパイエティモジュールに縛られずとも愛していたのです。それが一体何。愛などというものはフラクトライブが発するただの信号に過ぎない。魂に干渉すればその信号はいとも簡単に光を絶やす。そんな脆弱な概念、利用する以外に価値などないわ。だからこそあなたはその愛を受け取ろうとはしなかった。いや、受け取ることを恐れたんだね。そうでしょう。私が何かを恐れることなどあるはずがない。感傷的なくだらない話はやめてちょうだい。もう終わりにしましょう。私は歪んだ愛によって世界を支配するあなたを永久に眠らせます。なぜならそれがあなたに人格を作られた娘として私が与えることのできる最後の愛情だからです。おかしくてしょうがないわ。愛は支配、愛は欲望。私は全てを支配し行きましょう。キリト、ユージよ。ああ、今度こそこれで最後だ。この世界を守ってもう一度始めよう、僕たち3人の冒険を。リリースリコネクション、リリースリコネクション、エンハンスアーマメント。私が今度こそ完璧だったはずなのに。これが俺たちの意志の力だ。なぜこんな感覚になるのかしら。どうしてか自由になった気がする。ああ、もうあなたは苦しまなくていいんだ。終わりなき支配欲に縛られることも死の恐怖に怯えることももうない。そうね、確かに私は解放された。あなたが終わらせてくれた。おやすみなさい坊や。私は先に眠って美しい夢を見るわ。さようなら、支配者であり私たちの母アドミニストレータ様。体が光ってる。きっとカーディナル様です。データ干渉で最高司祭様が倒れたと知られたのでしょう。ああ、そうだな。ねえキリト、またメディナの最後の戦いについてゆっくり聞かせてくれるかい。もちろんだ。聞いてくれユージオ、メディナがどれだけ勇敢だったか、もっとたくさん話したくてしょうがないんだ。
キリト君、お疲れ様。アスナも来てくれてありがとう。来るに決まっているでしょ。キリト君は私が絶対に守る。その約束はどの世界でも変わることがない。いつだって一緒だよ。メディナさんのことは残念だったね。ああ、キリト君はメディナさんと一緒に彼女の意志を叶えた。きっと思いは伝わっているわ。そうかな。だといいな。カーディナル、200年以上にわたりこの瞬間を待ち望んでいたが、実際に訪れると妙な気分じゃな。アドミニストレーターとカーディナルは特殊な関係だもんな。ああ、憎き存在じゃったが、クイネラは正真正銘わしの片割れでもあるからの。私も複雑な感情です。前にここで最高司祭様と戦ったあの頃とは違う。言葉にするならば不思議な喪失感でしょうか。これが人間であるということなのかもしれませんね。そうじゃな。わしもお主と似た感情を抱いておるよ。知らぬ間に黒髪の誰かさんのせいで人間らしくなってしまったようじゃ。誰かさんって俺のことか。お前以外に誰がおる。とはいえ、いつまでも感傷に浸っているわけにはいかぬ。キリトよ、まだ最後にやることが残っておる。カセドラルシダーを切るのじゃ。カセドラルシダーをですか。うむ、あの中には依然アドミニストレーターの死体が残っておる。メインビジュアライザー内での意識は全て消し去っても魂が完全に消えていない。それじゃあまたアドミニストレーターが復活しちゃうんじゃ。さようじゃ。あれを破壊せん限りアドミニストレーターを完全に倒したとは言えぬ。とはいえ、再びメインビジュアライザー上に意識を作るためにはハーシリアンが行ったような労力と時間が必要じゃがな。そうだとしても、そもそもカセドラルシダーを切り倒せるのかしら。アドミニストレーターの死体が残っているのなら彼女の真意も残っているんじゃないの。ああ、真意を込めた剣でもカラントを破壊するのが精一杯だったからな。以前までのお主だったらな。お主はメインビジュアライザーと直接接続し、システム、要はこの世界の断りと深くつながった。そして最後にお主がその空間の中でアドミニストレーターを倒し、全ての意識を消し去った。色区などがなくとも神聖術や真意を自在に操れるほど世界に対する理解が深まっているはずじゃ。そうなのか。いかにもアドミニストレータもお主が自分以上の真意を扱えると察したはずじゃ。だからこそ奴はカセドラル次第に残るフラクトライトで再び復活を試みようともせず、敗北を認め死を受け入れたのじゃとわしは考えておる。それではキリト。ああ、やってみる。
カセドラルシダーから伸びていた傘が消えていきます。カセドラルシダーも完全に消滅したみたいね。はい、無事元の人界に戻りました。ようやく会えた。アリス・ツーベルク。ユージオ、キリト、お願いがあるのです。聞かせてくれ、アリス。アリス・ツーベルクの記憶の水晶をこうして無事取り戻した今、私は当初の約束通りこの体をアリス・ツーベルクにお返しするつもりです。しかしもう少しだけでいいのです。私に猶予をいただけないでしょうか。アリス、最高司祭様を倒したからといって人界から脅威が完全に取り除かれたわけではありません。残った魔獣を全て討伐し、四帝国近衛軍の兵士を訓練し、そして暗黒界との戦争か。はい、そして戦争で人界が勝利するためには聖剛騎士のこの力が何としても必要なのです。ですからお願いです。私が騎士として民を守る責務を果たすその時まで、私をこの聖剛騎士アリス・シンセシス・サーティのままでいさせてほしいのです。もちろん勝利が目的というわけではありません。戦争を回避する道があるのならばそうすべきなのですが。キリトよ、覚えているな、大図書室で話したわしの計画を。ああ、忘れるわけないだろ。まだ答えは出んか。一体何の話ですか。暗黒界との戦争の話だよ。あれには俺たちの世界の事情も絡んでいるんだ。どういうことだい。暗黒界との戦争を俺たちの世界では最終負荷実験と呼んでいる。実験。ああ、人海人と暗黒海人を意図的に戦わせようとしているんだ。そのきっかけとなる東の大門の崩壊も俺と同じリアルワールドの人間たちが仕組んでいる。なぜそんなひどいことを。氷教会と同じでリアルワールドの人間たちも一枚岩じゃないんだ。キリトはどう思っているんだい、その実験のこと。俺は何としても止めるつもりだ。人海人も暗黒海人も関係なく、この世界に争いを起こさせてはダメだと思う。カーディナル、俺はこれからリアルワールドと連絡を取り、一度この世界から出ようと思う。そして菊岡さんと話し、最終負荷実験を中止してもらうように頼む。うまくいくのか。可能性はある。アスナの話だと菊岡さんたちは限界突破したフラクトライトを作ろうとしていた。その条件に見合ったフラクトライトはすでに2つもこの世界に誕生した。おお、条件。うむ、確かにそうじゃな。おそらく2人を確保することが菊岡さんたちにとって最優先の目的のはずだ。うむ、その線で交渉すれば可能性はあるかもしれんな。もちろん2人を簡単に渡したりはしない。他のアンダーワールド人についても同じだ。彼らがこの世界で生きていること、失われてはいけない命であること、それを菊岡さんへ伝える。だから待っていてくれないか。わかった、お主を信じよう。アリス、ユージオ。まだ話の流れはよくわかっていないけど、戦争を止めるためにキリトは自分の世界に帰っちゃうんだよね。すぐに戻ってくる。本当ですね。ああ、必ずだ。わかりました、カーディナル様と同じく私もキリトを信じましょう。うん、僕もそうするよ。ありがとう、ユージオ。なんだい。戻ってきたら
アリスのことについて話そう。ユージオはアリス・ツーベルクを取り戻すためにここまで来た。その決意は俺も同じだけど、俺はアリスと再会するために聖号騎士アリスの存在が失われるなんて認められない。だから分かっていたよ。無事にアリスの記憶水晶へたどり着いたら、僕は幼馴染のアリスの記憶を取り戻すために、そしてキリトは聖号騎士アリスの魂を守るため、僕たちはお互いのアリスのために戦わなくちゃならなかったと思うんだ。ああ、そうかもしれないけどな、ユージオ、俺はどっちも諦めるつもりはない。アリス・ツーベルクも聖号騎士アリスも俺にはどっちも大切なんだ。今はどうすればいいか思いつかないけど、必ず二人のアリスを救う方法を見つけてみせる。やっぱりキリトにはかなわないや。正直に言うと、僕だって聖号騎士アリスを失いたくはない。彼女はもう僕の大切な友人なんだ。だから僕はキリトを待つよ。二人のアリスを救う方法を見つけるまで、きっと二人も同意してくれるはずだ。ええ、もちろんです。ありがとう、ユージオ、キリト。こっちこそありがとう。もう少しだけ待っててくれ。みんなもまた俺のわがままに付き合わせることになっちゃうけど。いいわよ、どうせいつものことだし。キリトさんの選んだことなら当然私は応援します。今さらこの世界を見捨てるなんてことはできないわ。うん、アンダーワールドも私たちにとって大切な場所の一つになったから。やり遂げよう、キリト君。どこまででもついていくから。ああ、ありがとう、みんな。それじゃあコンソールに。少しだけ待ってくれ、アスナ。その前に俺にはすべきことがあるんだ。すべきこと？